この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さん、なかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが、絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれるのだ。フリーザー！おや、お連れの姿が見えませんね。おめえを止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。くっ、しまった。おかわいそうに。あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。無事再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。リザー！この世界はおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない、戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て！新しいお仲間の心配はいいんですか？それでは。また。大丈夫ですか？よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。運命ももいっぺんあるぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。うん、機
界に瞬間移動させられんな。まだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それがジェイ・フォースだ。ジェイ・フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと、君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君もジェイフォースの一員だ。期待しているぞ。ガレナ、計画はどうなっている？ジェイ・フォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム、ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム、敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。
実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。お、よく来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。よく来たな新入り。ガンマチームのリーダーナルトさんです。俺のことはナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですねナルトさん。ああやる気があるのはいいことだ。空回りしなければですけどね。厳しいなトランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほらサスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですねサスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。よし、そんじゃオラが一丁着てってやっか。平気かソン。こういったはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか、まあオラでもなんとかなったろ。心配だ。そんじゃ一緒に来い、修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。 J フォースのメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあかかってこい。ひゃー、おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なおそこでベジータの姿も確認されています。
父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだな。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピッコロ、ベノムズは任した。うん。トランクスとおめえはオラと来い。三人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。ベジータ、おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。やったぞ。見てください。父さん。コズミックキューブ、なんてまがまがしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。ここはどこだ？カカロット、トランクスまで一体何か？よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか。父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意志に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ。俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい、貴様ら、俺もそのジェイフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女、一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん、
一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。